ドリー・ファイク・ジュニアは、アメリカ合衆国出身の元プロレスラー。インディアナ州インディアナポリス出身で、ゴテキサス州アマリロに転じた。第4代、PWF 会長。日本でのニックネームは、グレート・テキスさん。父親のドリー・ファイク・シニア、弟のテリー・ファンクも著名なプロレスラーである。テリー・ファンクとタッグチーム、ザ・ファンクスを組み、日本でも活躍した。 ウエストテキサス州立大学でフットボール選手として活躍し1962年のサンボール優勝メンバーとなる。大学卒業後、1963年7月にアマリロで初マットを踏む。同年11月にはデビュー4ヶ月にして時の NWA 世界ヘビー級王者ルーテーズと対戦した。1969年2月11日、フロリダ州タンパにおいて 人気にスキーを破り、NWA 世界ヘビー級王座を獲得。以降、1973年5月24日に、ミズーリ州カンザスシティで、弟分ハーリーレースに破れるまで、4年3ヶ月間にわたる、長期政権を築いた。その間、日本でもジャイアントババアントニオイノキ坂口政司と防衛戦を行っている。米国では、 ラッシャー・秋村や鶴田ともみからの挑戦を受けもした。以来、米国を代表するレスラーとなり、実力世界一と歌われた時期もあった。1971年4月22日には、カリフォルニア州、ベイカーズ・フィールドにて、ミル・マス・カラスを相手に防衛戦を行った。マス・カラスは、詳しい内容は覚えていないけど、誰かが乱入したと思う。ジョン・トロスか、ピーター・メイビアか、 と話している。1974年1月、ハーリーレース、ジャック・ブリスコと共に、ババの全日本プロレスに参戦している。後に全日本プロレスの常連になると、純日本側のような扱いになり、アブドーラ・ラザ・ブッチャー、ホースト・ホフマン、ビル・ロビンソン、ブルーザ・ブロディラと交渉部を残している。1977年には、世界オープンタッグ選手権に、弟・テリーと組んで優勝。 1979年1982年の世界最強タッグ決定リーグ戦でも優勝し、1981年にはインターナショナルヘビー級王者にも輝いている。全日本への参戦は1990年代半ばまで続き、その間1983年と1985年の最強タッグにはババとコンビを組んで出場した。1984年にも ババとのコンビで PWF 世界大会大決定リーグ戦に出場している。外国人レスラーでババと一定期間コンビを組んで日本で活動したのはドリー、スタンハンセン、アンドレザジャイアントだけである。米国では地元アマリロでプロモーター兼エースとなって活躍する一方、フロリダ、ジョージア、プエルトリコなどにも参戦。1980年代後半には ホスファンクを名乗り、カウボーイギミックのヒールとして、ニューヨークの WWF にも登場した。全日本プロレスへの外国人レスラーのブッキングを行ったり、指導者として多くの行進を育成してきてもいる。文下には、ジャンボ・ツルダ、天竜・源一郎、ボブ・バックランド、スタン・ハンセン、テッド・デビアス、レイ・キャンディ、ティト・サンタナ、ジェイ・アング・ブラッド、 石川隆氏、キング・ハク、ジョニー・エース、ジェフ・ハーディ、マット・ハーディ、テスト、ジャイアント・シルバ、クリスチャン・ケージらがいる。全日本に継続参戦している頃は、コーチ役も受け持っており、三沢光春らの成長に一役買った。その他、文下ではないものの、カート・アングル、西村治も、彼の指導を受けている。二0一年十月には新日本プロレスに、初参戦。 7日の無賀高楽園ホール大会では弟子の西村とシングルマッチを行い8日の東京ドーム大会にはテリーとのザファンクスで出場藤波達治ボブバックランドのチームと対戦した第一戦を退いてからはフロリダ州をからにて不動産事業を手掛ける傍らファンキンコンサーバトリーというプロレスリングスクールにて更新の指導にあたり自身も東京り、 インディー団体のリングに上がっていた。2008年3月1日、全日本プロレス両国国技館大会にて引退試合を行った。同時期に、イングフに、ウィットネスとして、スタン・ハンセンと共に来日。2009年4月には、弟テリーと共に、WWE 殿堂入りを果たした。プレゼンターは、ダスティローデスであった。全日本プロレス。 USA 道場を設営するなど、全日本社長の武藤慶治とも良好な関係を築いている。2013年10月、全日本プロレスに22年ぶりにファンクスとして来日。両国国技館第2試合に出場。淵正信、西村治組と20分一本勝負で、時間切れ引き分けに終わる。この試合で、ドリーは唇から流血をした。 先代の長谷博主体人国空席が続いていた PWF 新会長に就任。2014年7月、全日本プロレス高楽園大会に出場。西村治む、吉江豊とトリオを結成し、大森隆口淵正信、ウルティモドラゴン組と対戦。新体制となった全日本プロレスへの全面支援をアピールした。2016年7月22日。 地元からで行われた WWE 参加の NXT の NXT ライブに来訪、リング上でベイリーとハグをした。AB G、G スピリッツボリューム 42P76。噂のチャンネルで大人気だったデストロイヤーが、マスカラスと対決した46年前の7月25日、Yahoo ー,ース日刊スポーツ、2013.1028。ありがとうございます。